上位のトラックにビデオを挿入してみましょう。挿入したいタイミングにドラッグします。カーソルが黄色くなったポイントにドラッグします。上位のトラックが作成されました。表示メニューからトラック表示を最小にします。挿入したイベントをトリミングします。挿入したビデオのサウンドはミュートにします。これで映像の差し込みは完了です。2つの映像を表示させる場合は、このアイコンで調整できます。サイズをドラッグして縮小します。再度ドラッグし、表示位置を調整します。メインディスプレイで位置を確認しながら調整できます。調整ができたら、ウィンドウを閉じます。ビデオの挿入ができました。画像も同様に取り込めます。